スナ、お帰り。無事、よね。うん、そんなに心配しなくても私は大丈夫だよ、バレリア。だって、結局あの依頼がどうなったのかわからないから。そう、だね。あの時、まさかあんなことになってたなんて。錬金術師レスナの討伐という依頼を渡された私たちは、どうにか依頼を取り消そうとした。それをカラスに咎められ、戦いになり。結局私は倒れ、カラスはそのまま去ってしまった。レスナたちのおかげで何とか命は助かったけれど、しばらくはアトリエで休ませてもらうことになった。レスナにも事情を説明して、しばらくは王都に近づかないよう注意してもらうことにした。ただあれ以来、月影の会やカラスからの干渉はない。特に事件もなく、時間が過ぎていった。私たちを訪ねてきた人といえば、カラスから逃げるのを手伝ってくれた、トトリとアーシャの二人くらい。二人も念のため、今はアトリエに身を隠してる。療養の手助けもしてくれて、ほんと世話になりっぱなし。あの戦いの時、月影の会の会長が言ってたんだよね。制裁は済んだってさ。あいつらにとっては、もう終わった話ってことなのかも。依頼の期限もとっくに過ぎちゃってるし。警戒しとくに越したことはねえよ。ま、それでここにはお世話になっちまってるんだが。そんなこと気にしないでください。まずは、怪我を治すのが先決なんですから。おっさんは、まだボロボロみたいだしね。長年の叫びたり生活がたたったな。俺は別に、なんともねえよ。健康なおっさんだ。ランチェさんは、無理しないでください。フロッケは心配です。バレリアは、体の調子はどう？おかげさまで、もう全然問題ないわ。むしろ暴れたくてうずうずしてるくらい。相変わらず丈夫だね。ヤバめの重傷だったのに、頼もしい限りだよ、相棒。よかった。レスナも災難だよね。ゴロつきを注意しただけで標的とかさ。つまらん誇りがあったんだろうね。間違ったことは言っていませんし、気にしません。今は、後に向けてのいい準備期間だと思います。錬金術の腕も、もっと磨かないと。レスナは、錬金術の師匠から出された課題を達成して、一人前として認められたらしい。一つ夢を叶えたみたいだけど、レスナはもう、次の夢に向かってる。それに比べて私は、あれからいくら考えても、やりたいことが見つけられないままだった。おお、そうだ！バレリアたちに渡したいものがあるんだった！渡したいもの？ごくり。ちょっと待ってて！私の本気、ごちそうしてあげるわ。はあ、これでおしまい。ですが、渡したいものって？それはね、これ。これって、レスナが持ってたアトリエに来るときに使う飴？うん。実は、この間、師匠から作り方を教わったの。これからは、私がアトリエの主人だから、信頼できる仲間を見つけたら、渡しなさいって。よかったら、これからも、時々アトリエに来てくれたら嬉しいな、なんて。ええ、もちろん。ありがとう。大事にするわ。
いつでも遊びに来ていいからね。腹減ったからってつまみ食いすんなよ。わかってるってば。でも舐めた分自然と復活するんでしょ。便利便利。レスナー、その飴というのはまだ数があるのかい？はい、ロマンさんの分もありますよ。そうか、よかった。ちゃんと仲間と認められていたんだね。危なかった。何言ってるんですか。私とロマンさんは一緒に夢を目指す同志じゃないですか。だね。これからもよろしく頼むよ、同志。ハイディさんたちも、もしよかったら。お、ありがとう。なんかあったら寄らせてもらうよ。今日は何か調合したりするの？ランチェさんのための薬を調合しようかと。怪我は治ったみたいですが、体調が優れないようなので。何から何まで、ほんと迷惑かけるわね。迷惑だなんて、私の力が役に立つなら嬉しいし、それに錬金術の鍛錬も兼ねてるから。皆さん、今日もよろしくお願いします。今日もよろしくね、レスナさん。ランチェさんのために頑張りましょう。はい。それにしても先輩方がバレリアたちと知り合いだったなんて驚きました。前から二人にはほんといろいろ助けられてるのよ。カラスから逃げる時にも手伝ってくれたしね。あの時のお礼は必ずするからね。楽しみにしてますね。それじゃ今日も頑張っていきますか。レスナ、始めましょう。師匠と一緒に調合するなんて久しぶりですね。独り立ちの課題を終えてどこまで成長したか肌で感じさせてちょうだい。はい、ワクワクが止まりません。お手並み拝見ね。じゃあバレリアたちはゆっくりしててね。錬金術ってあんな風にやるものなんですね。何度見ても不思議です。そうね。また食べてる。元気になったらお腹空いちゃって。あ、見て、あとはこれを。これはどうですか。あ、それならこうすれば。なるほど、これなら素材の力を余すところなく引き出せますね。正解よ。それじゃあ仕上げといきましょう。よーし、今よ。みんな集中するわよ。はい。師匠や先輩たちと息を合わせて調合。うわー、なんという幸せの時間。錬金術師5人の共演、素晴らしい、華やかだ。ねえねえ、ロマン？ロマンで合ってるから自信持って呼んでほしいね。錬金術ってあんな風に力を合わせてやるものなのね。昔マナが豊富にあった頃は一人で調合するのが当たり前だったようだが、今はそうもいかなくてね。マナが減り、調合するのに十分な量を確保するのが難しくなってしまった。だが、このアトリエでは、錬金術師が協力し合うことで、マナの力が増幅されて、錬金術を使えるそうなんだ。実に奥が深い。歌でも歌って、その素敵さを称えたい気分だ。一緒にどうだい？歌は遠慮しておくわ。よくわからないけど、なんだかすごいのね。はあ、できたみたいですよ。
よし、完成、上策なりですな、やったわね。いい出来じゃない、腕を上げたわね、ですな。ありがとうございます。といけないわね、つい師匠っぽいことを言ってしまったわ。せっかく弟子が独り立ちしたっていうのに。言ってくれた方が嬉しいですよ、師匠に比べたら私なんてまだまだですから。その師匠って呼び方もやめない？みんなみたいに先輩って呼んでくれてもいいのよ。それはなんか違います、師匠は師匠です。はい、ランチェさん、これを飲めば少し楽になりますよ。ありがとな、この礼はいずれ必ずするからよ。今はゆっくり休んでくださいね、薬もいくつか作り置きしておきますから。そういえばロマンも錬金術を使えるの？いや、残念ながら素材の準備くらいは手伝えるが、実際に釜をかき混ぜて調合するのは無理なんだ。どうやら調合には天性の才能が必要らしくてね。私はその才能に恵まれなかったらしい。へえ、そういうものなのね。鉱石結構取れたね、太いハンマー作れそう。ああ、フリーゲンの周りはこの手の素材が豊富みたいだな。これならいい武器ができそうだ。ただ村で聞いた魔物の話は少し気になるな。群れになって道を塞いでるっていう。そうだね、通れないと不便だろうし早めに退治した方が良さそう。何何、何の話？ちょっとお金の匂いしたよ。バレリア、ちょっと外で人暴れしてこない？近くの山に魔物の群れが出たらしくてさ、退治したら報酬も出るみたいなのよ。体はもう大丈夫なんでしょ？鳴らしにはちょうどいいと思うけど、どう？って、聞いてる？目を開けたまま寝てる？おーい、バレリア！ああ、ごめん。完全に聞いてなかった。魔物退治に出かけないかって話だよ。おう、今回はやめとく。そう来ると思った！じゃあ早速、行かないの？なになに、どうした？もしかして、まだ体が本調子じゃないとか？ポンポン痛い？そういうわけじゃないけど、ただ、なんだか目が離せなくて。ふーん、まあ、あんたがそう言うなら無理にとは言わないけどさ。でもまさかバレリアが戦いと食い物以外のことに興味持つなんてね。自分でも驚いているわ。もしかしたらあんたの記憶喪失とも何か関係があるのかもね。どうなのかしら。じゃあ私は行ってくるからね。はい。錬金術を初めて見た時、少し懐かしい感じがした。何か私の記憶の手がかりがあるのかしら。あ、ぬかった、素材の在庫が。どうする、この辺で切り上げる？いえ、このくらいならすぐ取ってこれると思うので、今から全速全身行ってきます。はーい、じゃあ今調合してる分は仕上げておくね。先輩方よろしくお願いします。
あれ？レスナちゃんどうしたの？ちょっと足りない素材を取りに山の方まで。俺たちも山に魔物退治に行くところだったんだ。一緒に行くか？はい、ぜひ。バレリア、どうしたんですか？私もよくわかんないけど、多分自分探し中かな。哲学的なお話ですね。ここはスーちゃんお手製道具の出番。面白そうなもの持ってるわね。さーて、私の番ね。ニトレさせてあげる。手加減なしです。秘伝の技見せてあげます。いい調子みたいね。スーちゃん行くよ。必殺。攻め時かしら。どこから攻めていこうかしら。頑張っちゃうわよ。ハチミツ7番。助かった。私の番。みんなに元気を。はい、助かりました。ぐ、体が重い。ニトレさせてあげる。私も。守り神よ、私たちの元へ。よし、暴れるぞ。これならどうだ。すごいです。疲れた。でもまあ勝ちは勝ちだね。動くとお腹空いちゃうのよね。後でチーズケーキを食べましょう。集中集中、全力で行くわよ。手加減なしです。秘伝の技見せてあげます。いい調子みたいね。よし、暴れるぞ。これならどうだ。どんなもんよ。私の番ね。さあ召し上がれ。助かった。私の番。みんなに元気。はい、助かったわ。うんうん、絶好調。ニトレさせてあげる。すごいです。これでも守り神よ。いい調子みたいね。うん、あ、私の番。いくよ。必殺。すごいわ。楽勝すぎてあくびが出ちゃうよ。シャリステラ、援護お願い。はい、任せてください。集中集中、見とれさせてあげる。どうしよう。倒してる。私の番です。秘伝の技見せてあげます。スーちゃん、これならどうだ。次はどうしよう。どんなもんよ。これくらいなんてことない。ハチミツ7番。すっごくありがとう。よし、練習の成果だ。はい、助かりました。集中集中、全力で行くわよ。体が麻痺して。どうしよう。行くよ。必殺。隙ができました。私が道を切り開く。そろそろ本遅くまでお疲れ様。ふー、はい、どうぞ。さーて、全力で行くわよ。さすが。なんだかいい。よし、張り切っていくよ。はい、ありがとう。手加減なしです。秘伝の技見せてあげます。そろそろ仕上げといきましょう。はっ、えい、受け止めて。はあ、さようなら。
避けられないからね。さて、どこから攻めていこうかしら。絶好調よ。さあ、召し上がれ。気持ちで負けちゃダメだよね。そろそろ仕上げといきましょう。はっ、えい、受け止めて。はあ。みんな、怪我はない？うっしゅっしー、サクサクっと終わったね。はい、素材も集まりましたし、うっしゅうっしです。私たち報告しに行ってくるから、レスナちゃんは先に帰ってていいよ。うん、そうさせてもらうね。ありがとう、イザナちゃん。行動が早い。張り切ってるな、レスナちゃん。俺たちも即席の割には息が合っていた気がする。うん、ハンマーも振りやすかったよ。最初に見た時から思ってたんだけど、イザナのそのハンマー作りがいいよな。あ、見ただけでわかるなんてすごいね。ハンマーマンだね。俺も錬金術で武器を作ったりするんだ。ただそれくらいいい出来のものはなかなか作れない。これね、お父さんが鍛えたんだよ。よかったらだけど、うちの店覗いてみてね。この辺りじゃ一番の鍛冶屋なんだから。怒らせるとお客相手にもグーが飛んでいくけど。そうだったのか。ああ、ぜひ寄らせてもらうよ。武器の鍛え方か。私やバレリアのも見直した方がいいかな。うんうん、私のお父さんにお任せあれだよ。頑固で拗ねるとしばらく口は聞いてくれないけど。ありがとね。あー、でも私たちこれからどうすんのかな。どうするって何かあったのか。私たち月影の会を追い出されたわけじゃない。これからどうやって生きていこうかなってさ。これまでみたいに戦って稼ぐのか、それとも別の道を探すのか。これまで通り冒険者を続けるっていうのは難しいのか。少なくとも王都周辺でってのは厳しいかな。月影の会と揉め事になるのはごめんだし。それならフリーゲンに来るのはどう。静かで平和で料理も美味しいよ。それもいいね。イザナの実家で働かせてもらうのもありかな。お父さんの修行は厳しいよ。老若男女関係なく、ぐわーっと来るからね。まあ、選択肢には入れとく。もし何かあったらよろしく。まあ、私って器用な方だからさ、いざとなったら、どうにでもなると思うんだよね。それよりは、バレリアの方が気がかりかな。この頃、いろいろ悩んでるみたいだし。確かに、さっきも何か考え事をしてたみたいだったな。ここは一つ、相棒が決めた道についていくのもいいかな。私の夢か。うん、できましたよ。いいねいいね、この調子でどんどん作っちゃおう。悪いんだけど、私はここで抜けさせてもらうわね。これから村の寄り合いがあるのよ。そうなんですか。師匠も結構忙しいんですね。錬金術を教えてもらう時以外は寝たり食べたりしてる印象しかないので。貴様、人聞きの悪いこと言わないでよ。貴様？あなただったわね。ごめんごめん。なんか気の利いたこと言おうとすると、言葉遣いが変になるのよね。これでもフリーゲンでは、それなりに偉い立場なのよ。師匠の錬金術のおかげで、村も助けられましたしね。そうそう。
だからいろいろやることもあるのよ。あなたたちも今日の調合はこの辺にしておいたら？まあ結構いっぱい作れましたよね。そうですね、師匠、手伝ってくれてありがとうございます。いいのよ。それじゃあ行ってくるわね。でもやっぱりもう少し作っちゃおうかな。先輩たちともっともっと調合したいし。それランチ用の薬を作ってるのよね。そんなにたくさん必要なくらい重症なの？ううん、必要な分は作り終わったんだけど、作り置きしておいて後で売ろうかなって。今はオートで依頼も受けられないし、ちゃんと稼ぐ手段を考えておかないとね。ねえねえ、一人分手が足りなくなったんでしょ？私やってみてもいい？ファレリアさんが調合ですか？こっくり。お前、やめといた方がいいんじゃねえか？釜を破裂させる未来が見えるぞ。やっぱり無理かしら。私不器用だし。錬金術って生まれつきの才能が必要みたいだしね。ううん、やってみようよ、ファレリア。才能があるかどうかなんて、やってみないとわからないよ。私も初めの頃は、たくさん失敗したんだもん。やりたいと思ったなら、やらなきゃ損だよ。うん。ありがとう、レスナ。できた。うん、ちゃんと成功したよ、バレリア。本当に？バッチリです。バレリアさん、錬金術の素質があったんですね。素質ってのはよくわかんないけど、なんとなくやってることは理解できるっていうか。それが素質なんじゃないかしら。私もそう思うよ、バレリア。提案あり。今度はバレリアが作りたいものを作ってみようよ。いいわね。どんなものを作る？じゃあ、新しい装備か。それなら、この素材と、これと、これと。ねえ、どうして新しい装備を作りたいって思ったの？私、結局カラスに負けちゃったでしょ？まだまだ力不足だなって思ったの。自分を鍛えるのはもちろんだけど、それ以外にできることがあるならって。バレリアらしくてすっごくいいと思う。バレリアさん、すごいですね。フロッケ、ちょっとびっくりです。まあ、勘が外れちまったぜ。ただいま、ただいま、ただいまーっと。桃？バレリアが錬金術やってるように見えるんだけど、私の目がおかしかったりする？いいえ、バレリアさんすごいんですよ。錬金術師の皆さんのお墨付きももらって。へえ。できた？やった！すごい！すごいよ、バレリア！失敗しないで、いきなり調合できたんだもん。やっぱりバレリアには素質があるのよ。羨ましい。
しかし今は新たな錬金術師の誕生を祝福するべきだな。おめでとう。私が錬金術師？正直まだ信じられないんだけど。意外と記憶を失う前は錬金術師だったのかもしれないね。え？そんなまさか。そうだったら素敵だね。もしかしたらバレリア先輩だったのかも。また調合したくなったらいつでも言ってね。私は戦うことくらいしか能がないと思ってた。でもこんな才能が眠っていたなんて。私一体何者なんだろう。見送りはこの辺りでいいよ。わざわざありがとうな。先輩方にはお世話になりましたから、このくらい当然です。ロジー先輩、マルローネ先輩、本当にありがとうございました。道中の拳を記念いたします。こっちこそありがとう、レスナ。レスナにはこの世界のことをいろいろ教えてもらったし、おかげでこの後の旅もうまくいきそうだわ。マルローネはまたマナについて調べるんだっけ。ロジー君はこの後どうするの。俺は鳥獣について調べてみようと思ってる。前にレスナの話を聞いた時から実はずっと気になっていたんだ。鳥獣との戦闘を回避するか倒してしまうか、それこそ錬金術なら何か方法があるんじゃないかって。さすがロジー、私と少し人物像が似てるだけあるね。錬金術は可能性の塊。きっと何か手立てが見つかるさ。そこまで期待されると困るけど、ま、俺なりに調べてみるよ。それじゃ、またね、みんな。行っちゃったね。さて、私たちはこれからどうしよっか。実は、一度、オートに行こうかなと思ってるんだ。え？でも、レスナちゃんが悪い人に狙われてるかもしれないんでしょ？依頼の期限は過ぎているというが、用心に越したことはないんじゃないか？でも、このままだと、私たちも、バレリアたちも苦しいままです。だから、オートで状況を調査して安全なのかどうか確かめたいんです。おお、見事な決意に体が震えたよ。わかった、同志の意見に乗ってみよう。ありがとうございます。もし悪い奴が襲ってきても私がやっつけちゃうから安心してよね。うん、それじゃあ行こう。ここはスーちゃんお手製道具の出番。面白そうなもの持ってるわね。集中集中、見とれさせてあげる。ズズやるわね。どうしよう、痛った。手加減なしです。守り神よ、私たちの元へ。あたしの番、これならどうだ。負けません。頼むよ。頑張っちゃうわよ。はちみつ7番。行きましょう。よし。みんなに元気を。はい。助かったわ。集中集中。自慢の蹴りをごちそうしてあげる。やるわね。手加減なしです。秘伝の技、見せてあげます。皆さん、お疲れ様でした。
イディさん、どうかしましたか？おい、ハイディ、座れって。何イラついてんだよ。イライラしてるわけじゃなくて、考えてるの。今は身を隠してた方がいいんだけど、私たち、このまま王都に戻れないのかな、ってさ。これから私たち、どうしようかって、ちょっと考えちゃったんだ。は、そうだったんですね。でも、たまにはのんびりしてみるのもいいですよ。だってハイディさんたちは体を張って一生懸命働いてきたんですから。一休みするいい機会ですよ。今後のことは食事でもしながら考えていきましょう。フロッケ、料理を温めてきますね。聞いたか今の。癒されるね。お前も天使ちゃん見習って肩の力抜けって。はぁ、おっさんに言われたくないよ。ただいま。じゃなかった。お邪魔しまーす。我ながら今のはお茶目だったわ。であれ？レスナは？レスナさんなら、マルローネさんたちを送っていくって言ってましたよ。あら、結局あの後も調合してたのね。バレリアさんが手伝ってくれたんですよ。あなたが？ええ、まあ。見よう見真似だけど。この際、本格的に錬金術を学ぶのも楽しいかもしれませんよ。できることが増えるって楽しいもんね。ありがとう。錬金術は楽しいわ。とっても。だから、余計わからなくなっちゃったの。私は何者なのかしら。これから私は、どうすればいいのかしら。またらしくない顔してんね。なんか悩み事？ねえ、相棒。これからの私のことを決めてくれない？私、何すればいいのかわからなくなっちゃって。いや、ちょうどこっちも似たようなことで悩んでたとこなんだけど。そうなの？やりたいこと、きっと見つかりますよ。ううん。自分で見つけないと、後悔すると思います。これから本当にどうしたいかは、自分にしか見つけられないんじゃないかなって。そっか。そうよね。私、焦ってるのかもしれないわね。皆さん！ご飯の準備ができましたよ。天使ちゃんの料理久々だな。楽しみだぜ。おっさんは働いてないからサラダしか食べちゃダメね。なんだと小娘が。吊るして捌くぞ。ランチュさんの分もちゃんとありますから大丈夫ですよ。バレリオさんたちも食べますよね。もちろん。お腹が空いてたら、いい考えも浮かばないってね。でしょ、バレリア。もう食べてる！とりあえず、今のところは何ともないみたい。レスナちゃんを襲ってくる奴がいたら、ハンマーでドカンだって思ってたけど。まだ街に入ったばかりだからね。慎重に情報収集を進めていこう。油断大敵、常在戦場ですね。それじゃあ、手分けしてやっていきましょう。手分けって、レスナちゃん、一人で大丈夫？もし何かあったら、
すぐみんなと交流するから。心配してくれてありがとう、イサナちゃん。レスナちゃんがそう言うなら。でも、人気のない場所や物陰には近寄らないでね。うん、了解。それじゃあ、聞き込み開始だね。さて、どこに向かおう。イザナちゃん、何か分かった？ううん、全然。月影の会を知ってる人すらほとんどいなかったよ。私の方もそんな感じ。どこから調べたらいいのかな。バレリアたちのことも聞いてみたんだけど、知り合いの人とかも全然いなくて。あ、でもフロッケちゃんは最近見ないねって話は出てるみたい。人が多い町だから仕方ないのかな。これがフリーゲンの村だったら、誰かが行方不明になったりしたら大騒ぎだよね。とりあえず、あとちょっと聞き込みしてみるよ。うん、わかった。それじゃあ、イザナちゃん、また後でね。すみません。ちょっとお聞きしたいんですが、最近この辺りで、あの、大丈夫ですか？もしかして、どこか具合が悪いんですか？ごめんなさい。そうじゃないんです。つい考え事をしちゃって。何かお困りなんですか？もしよければ、お手伝いしましょうか。ありがとうございます。でも、私の仕事のことだから。でしたら、広場のカフェに行ってみてはどうでしょう。そこでは、お仕事の依頼も受け付けていて。ああ、星の眉のことですか？あ、ご存知だったんですね。はい、最近は王都を離れていたから、しばらく顔を出せてないですけど。でも、そうですね。私一人で悩んでてもしょうがないですし。相談してみますね。ところで、私に何か用事があって話しかけたんですよね。いえ、それはもういいんです。悩み事、早く解決できるといいですね。そうですね。久しぶりに会いに来たのに、こんなことになるなんて。ごめんなさい。愚痴っぽくなっちゃって。それじゃあ私、もう行きますね。そうだね。
そうですね。ふむ。うんうん。迷子にはなってないよね。ごめんなさい。この辺り、ちょっと怪しい雰囲気だな。イザナちゃんにも気をつけるようにって言われたし、少し覗いたら引き返そうかな。潮の香り、海が近いんだ。見たでしょ、海沿いの区域。オートでもあっちの方はあんまり華やかじゃないのよ。華やかじゃないけど、いっつも賑やかなの。出店の声も絶えないし、道端には酔っ払いが転がってる。だから毎日飽きない。そっか。バレリアたちが住んでたのは、ここなんだ。ここなら、バレリアたちを知ってる人もいるはず。ちょっと怖いけど、もう少し調べてみよう。やった。すごい。すごーい。そうだな。助かる。
おい。ああ。はあ。うん。ちょっと疲れてきたかも。どこかで休憩しようかな。ふむふむ。その…なるほど。ありがとう、です。には、なってない、よね。ちょっと疲れてきたかも。どこかで休憩しようかな。迷子には、なってない、よね。あれ？ロマンさんもこっちに来てたんですね。やあ、レスナー。どうやら彼女たちが所属していた月影の会の本拠地がこの辺りにあってね。一応そこにいる冒険者と接触して話を聞いてみたよ。え？月影の会の人と？大丈夫だったんですか？心配ないよ。私は話術の匠、ロマンとも言われているからね。はあ。その人が言うには、掟破りが制裁されたらしいって程度の話しか聞いてないそうだよ。それ、バレリアたちのことですよね。だろうね。ただ、詳しいことは誰も知らなかった。それと、例の依頼の件だが、こっちは一切、情報が出てこなかった。まあ、人を標的にした討伐依頼なんて、表沙汰にはできないことだからね。確かに、それはそうですよね。ここは国王のお膝元だし、ことを荒立てて、国から睨まれるのは、会としても避けたいんじゃないかな。少なくとも、表向きは何もなかったことにされてる。レスナが普通に王都を出歩く分には、問題ないと思う。はぁ、あ、よかった。バレリアたちは、え、
平気でしょうか。それはどうだろうね。また月影の会と関わり合いになると面倒そうだけど、一応会の本拠地があるこの辺りには近寄らない方がいいかもね。そうですか。お家に帰れないのはちょっとかわいそうですね。何より彼女たちの安全のためだ。仕方ないさ。とりあえず引き続きオートで活動できそうでよかった。一安心だね、レスナちゃん。早速カフェに行っちゃう？まずはアトリエに戻ろうかな。このことをバレリアたちに教えてあげたいし。そうだね。彼女たちもきっとオートの様子を気にして。誰だ？カラス？私たちに何の用？月影の会について嗅ぎ回っているようだな。それはあなたたちが。君たちに干渉するつもりはないよ。私たちはただ自分の安全を確認したいだけなんだ。例の依頼のことか。あれはすでに破棄された。依頼がなければ我々は動かない。終わった話だ。だがこれ以上会の事情に首を突っ込むようなら、それ相応の対処をすることになる。ああ、わかった。もう嗅ぎ回るのはやめる。家が恋しくなってきたから帰るとするよ。ならばすぐに立ち去ることだ。待って、もう一つだけ聞かせてください。あの依頼を受けていた人たちはどうなるんですか？あの二名は会の掟に違反し除名となった。もう月影の会とは何の関係もない。先日の戦いのことも他言無用だ。会の秩序を乱す者は私が排除する。すごい威圧感だったね。あれがカラスか。おっかないね。言葉の使い方一つ間違えれば首が飛びそうだ。でも海辺で戦った時はレスナちゃんもぐいぐい言い返してたよね。あの時はバレリアを助けなきゃって必死だったし。でも今回は戦いにならなくてよかった。ロマンさん、さっきは止めてくれてありがとうございました。いいってことさ。危険と隣り合わせ、それが冒険じゃ。大事なところで噛んじゃってるよ。ともあれ、これで裏付けが取れた。奴らはやはりこの件はなかったことにしたいみたいだ。レスナちゃんもバレリアたちもこれで安全ってことだよね。月影の会に近づかない限りはっていう条件付きにはなるけどね。オートにいる分には問題ないだろう。よーし、すぐにみんなに知らせなきゃ。というわけで、みんながオートに戻ってももう大丈夫だと思う。よかったです。バレリアさんとハイディさんはもうカラスに追われないんですね。私もほっとしたわ。レスナ、いろいろ調べてくれてありがとう。あっちからちょっかい出してくることはもうなさそうだね。一安心。で、この先はどうするつもりなんだ？テンシャンたちと一緒にオートに戻んのか？そうなるとは思うけど、住む場所は考えないといけないかもね。そういうランチだって戻るんでしょ？俺はしばらく
王都には戻らねえ。え？戻らないの？はっ！おっさん、まさかこのアトリエで一生養ってもらうつもりなんじゃ。んなわけねえだろ。ちょっと考えてることがあんだよ。アーシャとトトリもしばらくはここに？いえ、私は王都に戻ります。町のみんなに心配かけてもいけないので。二人は町でも人気者だからね。私らみたいなはぐれ者と違って。じゃあ、トトリも？私は、まだ考え中です。もともと王都にいたのは、ランチェさんのお手伝いのためだったので。ああ、それも一旦終わりってことにさせてくれ。結局、この間の戦いで船もダメになっちまったしな。こんなおっさんのことなんて放っておいて、自由にやったらいいよ。言い方は気になるが。ま、そういうこった。俺のことは気にしないでくれ。そうですね。まあ、もう少し考えてみます。それじゃあ。私はもう行きますね。アーシャ先輩、気をつけてくださいね。いろいろとありがとうございました。うん、またね。食材が手に入りましたので、今日も腕を。ランチェさん、何をしてるんですか？おお、天使ちゃんたちか。見ての通り、体を鍛えてるとこだ。ちょっとおっさん、もう体は大丈夫なわけ？ああ、この通り全然。はい。だから止めたのに、若くないんですから。無理しちゃダメですよ。正直な話、王都から逃げ出したあの日、久しぶりに船に乗って愕然としたんだ。戦い方も操船技術も冗談みてえになまっちまってた。酒ばっか浴びてたツケが回ってきたってわけだ。ランチェさん、だから酒もやめて一から体を鍛え直してんだ。ただ、あの町に戻ったら、俺はきっとまた酒に逃げちまう。王都に戻らないっていうのは、そういうことだったんだ。でも、じゃあこれからどうすんのさ。あの、それなら、しばらくアトリエにいてもらっても。いや、これ以上甘えるわけにはいかねえ。どうせ一人身だ。野宿でも何でもするさ。じゃあさ、フリーゲンの村に来たら？フリーゲンは空気も美味しいし、周りも山ばっかで、修行するにはもってこいだよ。確かに、健康を取り戻すにももってこいだと思います。なるほど。蝶ちゃんたちの故郷か。確かに山の中ってのはいいかもしれねえ。ありがとうよ。その線で考えてみるぜ。それなら、フロッケも一緒に行っていいですか？え？天使ちゃんが俺と一緒にか？はい。ランチェさんはまだ本調子じゃありません。解放する人がいると思うんです。天使すぎるぜ。大天使かもしれねえ。いや、っていうか。それじゃあ迷惑じゃねえか？迷惑なんてことはありません。ランチェさんと一緒だと楽しいですし。じゃあ私たちも一緒に行こうかな。どう、相棒？お、あんたから提案するなんて珍しいね。プロッケの手料理をランチェが独占するなんて羨ましすぎるもん。私も食べたいわ。間違いない。よし、私たちも一緒に行こう。いきなり大所帯になったな。ま、いいけどよ。お引っ越しが終わったら、私も顔を出しますね。
よし、そうと決まったら早速行動開始だな。いらっしゃいませ、フロッケのお店にようこそ。はあ、今日の献立何にしましょう。行商のお仕事は大好きです。お客さんの笑顔が見られますから。はい。はい。ありがとうございます。いらっしゃいませ、フロッケのお店にようこそ。